皆さんこんにちは、ちょっとね素朴な質問があります。この中でね、あの特殊個体ってどれでしょうか。特殊個体、まあ、特殊個体ここに、ね、3匹います。はい、ちょっとセパレートね、中に入れてますけど、三角形のやつね、レッドフィンバルブの、レッドフィンバルブ、そしてオスカーね、今2匹いますね。この3匹が、特殊個体です。はい、まあ、何が特殊個体なのかと言いますと、皆さんどうですかこれ。まあ、これとあのレッドフィンバルブはショートですよね。ショートで、これは特殊個体と言っていいのかどうかわからないですけど、ロングフィンオスカーですよね。はい、まあ、普通のオスカーが普通やとしたら、この子らは特殊なんでしょ。ちょっと素朴な質問で本当申し訳ないんですけど、私ほんまに分からへんのですよ。結構アクアリウムも長いです。はい、ただショートボディを知ったんはもしかしたら5年ぐらいしか経ってないんじゃないですかね。もしかしたらよ、今私51歳ですけど、10歳ぐらいからねアロアナ飼ったりはしてました。はい、アロアナちゃんはオスカーか、アロアナはもうちょっと年16歳ぐらいになってからかなやってましたけど、まあ途中一回ね何回かやめたりもしてますけども、ショートボディの大きいやつを僕見たことないんですよ。画像で検索してもどんだけの大きさかわからないのがおってですね、普通のオスカーって27センチとか30センチぐらいになりますやんか。あれぐらいのショートボディ持ってる人います？よかったらツイッターでね、ダイレクトメールでもいいんで見せてほしいんですけどね。これもあんまり見ないんですよね。今からまあ大きいしていくんですけど、なかなかほんでね、大きくならないのがちょっと僕の感想です。はい、普通のオスカーはみるみる大きいなのに食べるのは一緒ですよ。なんか成長遅いような気がします。そしてこのレッドフィン、バルブ、これも大きさがほとんど変わらないですね。 KG さんのところで買ってきて、まだ KG さんに仲間がおったんですけど、最近見たけどもあんまり変わらないと思いますね。結構ね濃いなんでアロワナにやられた感がありますね。これボロボロになってます。今ちょっと捕獲してますけどね。でこの子らもどっちもやっぱりねアロワナにじめられるんですよね。やっぱ船とか鯉なんで美味しそうなんでしょうね。はい、そうですね。皆さん、ね、特殊個体、それとねもう一つ、聞きたいのが、特殊個体このショートボディっていろんなありますやん。この前なんか私のビリーケンさんのとこに、ショートボディ のアルビノのアロワナいましたよね。ショートボディのあれがかなり短いですよね。これって奇形なんでしょうか皆さん。でこの子らばっかり育てるというか、もちろんこの掛け合わせしたらこれが生まれるんでしょうね。まあもちろんそうでしょうね。だからショートボディばっかりをこう集めてんのかなという、アロワナとアロワナが、その普通のアロワナと交尾しても、1匹がショートボディで1匹が普通のね、オスが普通のやったりしたら、どうなんでしょうか。はい、全くよう考えたらわからないですよ。ショートボディ言ってるけど、まあいっぱいいますやん。ポリプとかあんなもショートボディ今流行ってますやんか。ショートボディって危険なんでしょうか。それがまあ改良して、まあ、ショートボディばっかりをその掛け合わせてるんかな。やっぱりそうなのかな。うん、これショートボディってどうやって作ってるんですか皆さん。はい、知ってる人コメントください。はい、今熱帯魚さんに聞こう思ったけどね、なかなか人らもやっぱりめったなこと言われへんからね。僕らが動画にしてしまったらね、いろいろ考え方もあるんで、気を使って私聞いてません。はい、さんまさんに聞こうかなと思ったけどね、やっぱりね迷惑かかったらあかんですね。皆さん考え方とかあるし、知識もあるやろうけどね、みんなさんが違うかもしれんので、作ってないからね、もしかしたらわからないでしょう。これショートボディってどうやって作るんですか、と成長遅いですか。はい、っていう話でした。はい、まあ、みんなが特殊個体なのかなと思ったら、ね、これもロングフィンなんで、まあ、これが普通なのか、こういうふうに改良したのか、何と掛け合わせたのか、なんで短くなったのかどういうことなんでしょうか皆さん。今日はそういう話でコメントをお願いします。はい。
よろしくお願いします。おっす。ショートボディ他におったかな。いや、おらんわ。ここはショートボディいないですよね。普通のロングボディしかいません。